東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するタイガースの先発はエースのメッセンジャー、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の菅野、マウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは糸原。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打った、いい当たりだ、センター前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。第4球は流し打ち、サード左横のゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは福留。さあ、投球は5球目、投げました、ボール。第6球を投げました、見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。ジャイアンツ、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは大山、投球これから2球目、インサイド直球はボール。第3球を投げた、インコース低めいっぱい、ストライク。第4球を投げた、スライダーボール、アウトコース低め。第5球投げた、156キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。第4球は打ちました、ファウルボール。次は5球目、投げた、打った、ファール。さあ、6球目投げた、ボール。第7球を投げました、外角スライダー、見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターは6番梅野。第9球背番号44、決まった、ストライク。いきなり155キロ、スローカーはストライク。第3球を投げました、スライダー、空振り三振。梅野、全くタイミングが合いません。さあ、リプレイです。最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わってタイガース無得点で終了です。3回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは陽川、投げました、1球目ストレート空振り、いきなり152キロ、ストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ、投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。菅野、見事なピッチングです。バッターは8番上田。第5球投げました、ワンシーム、空振り三振、6連続三振になりました。では改めてリプレイをご覧いただきます。さあ、投球は5球目、投げた、空振り三振、バットアウト。最後はキレのある変化球。リプレイをご覧ください。菅野、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0、両ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー菅野、投げた、見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打った、ライト前のヒットになります。菅野、ナイスバッティングです。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは糸原、第1打席はセンターフライに倒れています。打ちました、1、2塁間へ抜けた、糸原、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは2番島田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、あーっと、ショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げました、ストライク、いきなり153キロ、投げました、2球目空振り。第3球を投げました、危ない球。
第4球を投げました。打ちに切れ込むスライダー、空振り三振。右バッターボックスには大山、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、ボール、インローへ。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目。第5球投げた、決まってストライク。さあ6球目、ランナースタートを切った、三振。今日は冴え渡るピッチング。4回の表が終わって1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で菅野、ストレートはボール。まずは外角高め、投げた、ボール。第3球を投げた、スクイズだ、取った、バックホーム、間に合うかどうか、タッチアウト、ワンアウト、セーフ。5回の表、5点を追いかけますタイガースの攻撃。トップバッターはナバーン、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターは6番梅野、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、アウトコース低め、見逃し三振。先ほどのプレーです。右バッターボックスはヨーカー、第9球投げました、内角低め見送ってストライク、いきなり152キロ、投げました、ボール。外角低め、投球はこれから3球目。あっと引っ掛けた、サード前方のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。菅野三者凡退、無得点に抑えています。5回の表が終わって5対0、ジャイアンツ5点リードは変わりません。ジャイアンツリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で菅野、ストレートはボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球バントしました、ピッチャーの右へ転がした、一塁送球アウト。さあ得点圏にな、ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは上田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました、決まった、ストライク、これで追い込みました。投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。菅野3球で仕留めてみせました。投球これから2球目、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。変化球、空振り三振。菅野ナイスピッチング。打順はトップに帰って糸原、投げた、直球見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。アウトコース低め、空振り三振。さあリプレイです。菅野連続三振で切り抜けています。6回の表が終わって6対0、ジャイアンツ6点リードは変わりません。タイガース追う展開で迎える7回、バッターは原口、投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク、いきなり156キロ、投げた、ストライク、これで追い込みました。投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、ワンシーム、空振り三振、4連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。レフト福留、第2球投げました、低め、外角、ストライク。第3球はボール。第4球を投げました、直球ストライク、インコースへ。少し迷ったか、投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、福留ナイスバッティングです。バッターは4番大山、ここまで2打席連続三振。第4球を投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第5球投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目投げた、危ない球、投球これから7球目、三振。菅野4番5番と連続三振で切り抜けています。7回の表が終わって9対0、ジャイアンツ9点リード。岩崎降板、右の望月今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第9投げた、直球決まってストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球は見逃し三振、ここは3球で仕留められます。タイガース追う展開で迎える8回です。
バッターは伊藤。ボール。投げた。膝元へズバッと決まって見逃し三振。リプレイをご覧ください。バッターは7番陽川。今日は三振とサードフライ。投げた。アウトロー際どい球。ボール。投げました。スライダーはストライク。キレのある変化球。外角低め。空振り三振。4連続三振になりました。先ほどのプレーです。バッターは代打鳥谷に代わりまして、鳥谷背番号第4球を投げました。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。さあリプレーです。菅野、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。8回の表が終わって9対0、ジャイアンツ9点リードは9番。タイガース、何としても得点を挙げたい9回です。バッター中谷、第2球投げました。インコース低めストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。インハイ、外れてボール。投げました。初球見逃し三振。ギリギリのところに決まった。では改めてリプレイをご覧。セカンド第4球は空振り、タイミング合いません。次は5球目。投げた。低め。空振り三振。7連続三振になりました。リプレイをご覧ください。ピンチヒッターは森越。スタンドからは大きな声援が上がっています。投球これから5球目。打ちました。ヒット。森越、いいバッティングを見せました。バッターは3番福留。今日はここまで3打数1安打、2三振。第7球を一塁ランナー自動的にスタート。打った。ライトへのフライだ。ライト取りました。試合終了です。菅野、見事な完封勝利。ジャイアンツ見事勝利を収めました。ジャイアンツが勝ちました。勝利投手菅野、対戦投手エッセンジャーでございます。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は9対0、ジャイアンツ大差で勝利を収めています。勝利投手は菅野、敗戦投手はメッセンジャー。ジャイアンツ今日はいい内容でした。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。